暑さの厳しい夏、そして凍てつく冬、四季の変化が激しい日本で古来より建物を守ってきたのが瓦だ。奈良市にある世界遺産の元興寺では、飛鳥時代に作られた1300年前の瓦が今も健在だ。そんな瓦に新たな時代が訪れた。三州瓦の大手メーカー新東、日本最大級の明石工場をはじめ周辺に4つの工場を持ち、業界トップクラスの生産量を誇っている。北は北海道から南は沖縄まで日本全国へと瓦を供給し、その販路は世界にも広がっている。この会社を率いる社長の石川、瓦の可能性をさらに引き出す商品開発に取り組んでいる。会社の理念としてはやはりオンリーワンということでやっておりますし、で私どものオンリーワンとは何かということになりますけれども、次世代の屋根を創造していくと。中でも10年ほど前に独自のコンセプトで開発したシステム瓦は、従来の瓦にはない大きな特徴を備えている。その実力に大手ハウスメーカーも着目し、ラインナップに加えている。特徴の一つに外観がある。築10年が経過したこちらの住宅、ご家族に話を伺うと、おしゃれな感じだなとは思いました。そのデザイン性は建築のプロも認めている。絶妙ですね。絶妙にマッチしましたね、そしてもう一つの特徴が施工性。通常は職人の手による加工が必要な炭棟や谷なども、工場で成形しているので現場の加工はほとんど必要ないのだ。比較してみるとその違いはよくわかる。実際の施工性を確かめるため、一人の職人に協力をお願いした。日本一の瓦職人、桜井だ。足元が滑りやすいにもかかわらず、現場での加工がほとんどないので作業は簡単に終了した。その作業効率っていう部分で言えば、精度が高ければ高いほどその技術の部分をですね、カバーはしてくれるとは思いますので、本当に精度の高い瓦だったので納めやすかったです、ね、ありがとうございます、はい、常に時代をリードする製品を生み出してきた新東の次なる目標。一番大切なのは昔からある粘土瓦の良さっていうものをきちんと継承して新しいものに変えていくっていう、時代の変化に柔軟に対応していくということが世の中には求められているっていうことなんですけども、柔軟に対応していくだけではなくて自分たちが時代を作っていく、そういったことをこれからやっていかないと。そこで今積極的に取り組んでいるのが環境への貢献だ。太陽電池モジュールサンビスタ、平板瓦と組み合わせることでスマートな外観を実現した。その他、太陽の赤外線を反射する高反射瓦、瓦と苔を一体化した環境瓦、さらには屋上緑化システムの開発や瓦の廃材を利用した園芸資材の発明など、長年培ったノウハウと地道な研究を通して環境をテーマに次世代の屋根作りを進めている。今のままでいいと思うとやっぱり止まっちゃうもんですから、とにかく面白いことをしないとダメなんですよ。品質の面、それから発想、取り組みの面でですね、面白い、やっぱり新東だなと、すごいねと、こう言ってもらえる、オンリーワンの会社になっていきたいと思いますね。